この動画を見ている皆さんに今からね、ちょっとした不思議な体験をしてもらいたいなと思います。5つ単語を言いますので、1つだけ想像してください。想像したらもう変えないようにしてください。ではいきます。ワイン、車、リンゴ、パソコン、イヤリング。はい、この中で1つだけ想像したらもう変えないようにしてください。いいでしょうか。では今から5つ特徴を言いますので、今想像しているものに一番当てはまるなと思った特徴を1つだけ想像してください。便利、四角い、丸い、硬い、おしゃれ。はい、複数個あったとしても1つだけに絞るようにして心の中に決めてください。よろしいでしょうか。最初に想像した単語は忘れて大丈夫です。最後に3つ単語を言います。この3つの単語の中で今想像している特徴に一番当てはまると思ったものを1つだけ心に決めてください。水、スマホ、指輪です。はい、今1つだけ心に想像しているものがあると思います。この水、スマホ、指輪、1つだけ想像したらもう変えないようにしてください。今からそれを当てたいと思います。あなたが想像しているものはおそらくこのスマホじゃないでしょうか。どうもひろむです。皆さん当たりましたか？ぜひね、最後に何を選んだのかっていうのをコメントの方で教えてください。結果がめっちゃ気になるんで協力お願いします。当たったよっていう人はですね、高評価の方も押しといてください。集計になるんでね。いやいや、俺スマホじゃなかったよ、失敗してるやんけって思った方、大丈夫です。あなたがね、このマジックを誰かに披露するときは、まあ、ほぼほぼ間違いなく、必ずと言っていいほど成功しています。っていうかね、むしろ失敗した方がもっと不思議に見えてると思います。まあ、最後まで見ればどういうことかっていうのを理解できますので安心してください。そしてね、このマジック全然テクニック必要なものでもないので誰でもできるようになります。それではね、種明かしをしていきます。まずですね、このマジックをやるときは、これから不思議なことをします、マジックしますみたいな感じで宣言をしない方がいいと思います。心理テストみたいなちょっとしたね、ゲームをしようみたいな感じで軽くね、始めた方が絶対にいいですね。マジックをしますって言わないことによって、まさかね、これから不思議なことが起こるなんて相手は思っていないので、余計にね、不思議に見えるっていうおまけ効果もあります。しかもね、相手は見破ろうなんてしてこないわけですから、すごくね、やりやすくもなります。まず最初にこのマジックの仕組みについてなんですけれども、これは最後の選択肢の水、スマホ、指輪、この中ではですね、高確率でスマホが選ばれます。一応僕が今まで演じてきた中では体感7割ぐらいの人がスマホを選びました。そしてスマホじゃなかったよっていう人はですね、間違いなくこの指輪を選んでいると思います。つまりですね、スマホか指輪どちらかが必ず選ばれるように選択肢が仕組まれています。そして一応 AI にも聞いてみました、同じシチュエーションでシミュレーションしてもらった結果なんですけれども、データとしてはスマートフォンを選ぶ確率が 90%、 残り 9% が指輪で、 1% が水を選ぶそうです。っていうことを踏まえるとですね、複数人に見せる場合、例えば10人とかに同時にこのマジック見せちゃうと、1人とか2人もしかしたら指輪を選んでくる人が出てくる可能性があるっていうことですね。なので、まあ、3、4人に見せればほぼほぼ間違いなくスマートフォンが選ばれると思うんですけれども、実は指輪が選ばれた方がオチとしてはめちゃくちゃ不思議になりますので、まあ、おすすめは1人に見せるのがいいと思います。ちなみに選択肢は全部でこんな感じです。はい、丸暗記したい人はですね、ここの部分をスクリーンショット撮るとか、あとはね、高評価を押しといていただけるとリストアップされますのでね、すぐに見返しやすくなります。まあ、一応ね、例として挙げるなら、最初にパソコンを選んだ人は、まあ、特徴としては便利とかに行きやすいと思います。で、最後に当てはまるのはスマホになるはずですね、よっぽどひねくれてる人じゃなければ。まあ、最初にリンゴを選んだなら、まあ、特徴はね、丸いとか硬いだと思います。そしたら最後はね、スマホか指輪どちらかが選ばれるっていう感じですね。まあ、硬いとかで水を選ぶのは多分服部平次くらいです。はい、この時点でですね、おそらく視聴者の一部の方は、いやいや、そもそもね、そんなスマホか指輪どっちかが選ばれるか分かんないんだったらギャンブルじゃねえかって思うと思うんですけれども、実はですね、その通りなんですよね。なのでですね、実はこのマジックどちらが選ばれてもいいようにちゃんと対策が考えられています。どのようにするかというとですね、まずスマートフォンでカメラを起動します。そして自分の指輪をですね、少し上から距離を空けて、こんな感じでね、離れたところから写真を1枚撮ります。で、この撮った写真を拡大します。こんな感じで拡大しましたら、このままですね、一旦画面を閉じて、そのままね、膝上とかポケットとか見えないところに隠しておいてください。そしてその写真と同じ指輪をあらかじめはめておいてください。それでは手順と解説をしていきますが、実演と同じようにですね、今から言う単語の中で一つだけビビッときたものを直感で選んでくださいと言って、ワイン、車、リンゴ、パソコン、イヤリングを言ってですね、一つ想像してもらいます。で、決めてもらったらもう変えないように言ってください。そして次に、想像しているものに当てはまる特徴を次の中から想像してくださいと言って、
便利、四角い、丸い、硬い、おしゃれを伝えます。そしてこの時に必ず言ってほしいのが、複数特徴に当てはまったとしても一つだけにしてくださいっていうフレーズを必ず言ってください。これを言っておくことで誘導された感覚っていうのがですね、後で思い返した時にですね軽減されやすくなりますので、不思議さがねかなり上がります。そして最後にその特徴に当てはまる水、スマホ、指輪の中から特徴に合うものを一つね心に決めてもらいます。はい、こうすると先ほど言った通り、スマホと指輪どちらかがほぼほぼ必ず選ばれるようになっています。そしてこのね最後の選択肢を言っている時に、この時にですね膝上に隠しているスマホ、ポケットに隠しているスマホをですねこっそり利き手の方でこんな感じでね、触れておきます。ではあなたが想像しているものはこの中にありますと言って空の手を示します。こんな感じでね、でこの指を指している時にですね隠し持ったスマホを見えないようにして、そのままこんな感じで出現をさせます。示す時にこれ浮かせないことですね。そうするとこっちの方からスマホ見えてしまいますので、このテーブルの端っこから、まあ、こんな感じでね下になるようにしてこうやって持つとですね結構角度に強くなりますので、まあ、こんな感じで軽く示してから一瞬でねすかさずスマートフォンを出現させるのがいいと思います。ここの部分が難しいなって感じる人はですね、あなたが想像しているものを当てますと言ってそのままねスマートフォンを出してもいいと思います。でこの時にですねスマホを断定するような言い方は必ず避けてください。相手がスマホを想像していればこのスマートフォンを出した時点で、あ当たってる、おすごいみたいな何らかのリアクションが必ずあるはずです。このスマートフォンを出現させた時に相手がですね当たったよとか驚いたリアクションをしていれば、まあ、そのまま終了して大丈夫なんですけれども、ここでですね違うよとかあれみたいな微妙な空気になった瞬間ですね、すかさずこの指輪している手をスマホの後ろに持っていって、裏でこんな感じで指輪をこっそり外します。で外して、あ違います、この中にあると言ったんですと言ってスマートフォンの画面を解除すると、先ほど準備した指輪の写真が出てきますので、この指輪のちょっと奥側に親指を当てて、この裏の指輪とリンクするように指輪を出します。そうすると、はい、間違いなくこの中にあなたの想像したものがありましたと言って指輪を示して終了です。はい、ここからはお好みですけど、僕だったらねマジックのいい感じのリアクションもらえたんなら、あ指輪ね出てきたんですけど怪しいと思うんでよかったら調べてくださいみたいな、あれ、あ戻ってきました、あ余計怪しくなっちゃったねみたいな感じで、このままね指輪マジックにつなげてもいいと思います。まあ、ちなみにね指輪マジックバチクソモテますから、僕は女性相手だったらすかさずやってましたね。そのおかげでお持ちかいい思い出がたくさんありますので、ぜひね右上のリンクからポチッといくか、概要欄の方に貼っておきますので指輪マジックもぜひ練習してみてください。ここまでして最終的に水が選ばれちゃったらね、もうどうしたらいいんでしょうね。僕はちょっと思いつきませんでしたね。ちょっと思いついた人いたらぜひね教えてください。ぜひ今回のマジックがですねめちゃくちゃいいじゃんと思った方はですね、ぜひチャンネル登録をして次のマジックもですね期待して楽しみに待っていてください。